年関係なしに話すのはね、いわゆる古い話しない、これから先の話だけする。先の話ね。そうするとね、年関係ないから、これから先の話、それはいい。いわゆるどう生きるかって話ね。からこれからスリランカに行こうとしている人たちと我々会話が多いでしょ、そうするとスリランカをベースにした話じゃないですか。だから要するにこれから何しようかの話があった時に、これから先にどうしようかとかね、スリランカで何をしていこうかとかね、要するにそのいつも僕らプランニングだから、お互いに何をしようかっていう話だから、基本的にね、僕らのミッションは。でそういう時はね、関係ないね、後ろの話は。だからこう今からどうするか、今を出発点にして何をしようっていう話でしょ。そこからだから群馬の、要するにこうですよ、もうナンバーワンっていう感じのね、で そいつがねツアーに来たの、通常あんまり来ないんだけどね、そういう、でね、僕笑ったことないですって言ったの、笑ったことちょっと男の子ね、そうそう記憶ないですみたいなこと言ってね、で何か質問するとね、すげえ斜めの答えするのよ、これはもう典型的なやつ、頭しか動いてねえなってね、そういう感じだったね。大丈夫かなと思ったらね、スリランカでね、周り中のスリランカの人たちのいい笑顔に包まれたらね、笑顔ってプリントするんだね、きっとね、こう投影するのね、いい笑顔で笑ってたの、ね、で、おい素敵な笑顔でね、したら、えとか言ってる本人がで、そこの証拠の写真見せたのよ、したら、あっとか言っちゃってんの、本人が自分の笑った笑顔なんて、要するに記憶にないわけ、僕らにとって、要するにそのとっても素晴らしい最大のプレゼントくれたのよ、で、かつツアーに参加した後も、僕らはずっとやっぱりいろんな機会でね、イベントやなんかで、やっぱり自分の体験伝えようって必ず、まあ半分ぐらいしか来ないんだけど、そいつはね、全部来てたの。いや、ここに来るとね、大人が素敵ですって言った。こんなプレゼントないやん、大人が素敵だから来るですって言った。でね、自分の要するにこれから先は僕自分のやる方向が決まりました。バンちゃんと一緒にイベントの、設営してたね、テント。でバンちゃん何でもできるわけよ。設営から何からね。でこういうことは僕フィールドのことができないんですと。でそういうフィールドの実際のね、実際の何かを具体的にやるということをやっぱりこれからちゃんとできるようにしたいな。でその上で大学にも行って、そして不動産のね、授業をやりたいと、でそれが明確になりましたと、でその今までの要するに不動産 の使い方ではないね、あり方じゃない別の自分の今スリランカの生活なんかも含めてね、そういう形の新たな生かし方をね、もっと考えていきたいと、でそのためには自分が何でもできるようになりたいというね、こういう人生設計を言うのよ、これからどうするかと。でそういう話聞くとね、嬉しいね、我々としては。やっぱりツアーはやっぱり、ずっとやっていこうと。鈴木さんなんかも元気でいるね、根っこはね、やっぱりそういうその、人たちからのすごいプレゼントもらうから、自分たちにやってた意味があることが明確に相手から伝えてくれるじゃん。そうですね、でそれってやっぱり僕らにとってのやっぱり一番の喜びじゃないですか、でやっててよかったなって、一緒にいててよかったなっていうね、でそういうものがね、僕らの中こう原動力になってて、で僕はもう現役ね退いたって言ってもね、実を言うとなんかものすごく忙しい。